IRT フラッシング線はニューヨーク市地下鉄の A ディビジョンで運行されている地下鉄の路線である。当初はインターボローラピットトランジットのフラッシング線として建設され、クイーンズ区のフラッシング地区からマンハッタンのタイムズスクエアまで運行していた。そして7系統の延伸によりマンハッタン西部のハドソンヤードまで延長され、フラッシング地区とマンハッタンのチェルシーを結ぶようになった。 7系統の各駅停車に加えて、ラッシュ時には混雑方向にのみ急行が運転されている。フラッシング線は、駅の案内表示や公式地下鉄地図、R188 型車両の内部に表示された地図、及び R62 アンペア型車両の先頭と側面に表示された系統表示などでは、ラズベリー色で示されている。路線がフラッシング地区まで全通する以前は、 コロナ線あるいはウッドサイドコロナ線と呼ばれていた。ブルックリンマンハッタントランジットが1949年に運行を終了する以前はタイムズスクエア駅とクイーンズボロプラザ駅の間はクイーンズボロ線と呼ばれていた。フラッシング線の構造物にはいろいろな形式のものがあり、鋼鉄製の桁式高架橋もあればヨーロッパ式のコンクリート高架橋もある。 地下駅にも独特な設計がある。ハンターズ・ポイント・アベニュー駅はイタリア様式であり、グランド・セントラル駅はロンドン地下鉄の駅に似た円形チューブ状であり、そして34丁目、ハドソン・ヤード駅はワシントン・メトロに似た深い円天井で広々とした内装となっている。クイーンズ・ブールバード高架橋フラッシング線を運行する系統はラズベリー色で示されている。 以下の系統がフラッシング線の一部または全区間を走行する。フラッシング線はクイーンズボロプラザ駅を境に2つの異なる区間に分かれる。フラッシングメインストリート駅を出発する時点では中央に急行用の線路を配置した3線区間である。すぐに地下から出てルーズベルト通りの上に作られた鋼鉄製降下構造に入り、 シティフィールドというスタ、ビリー・ジンキング・ナショナル・テニス・センターを通る。メッツ、ビィレッツ、ポイント駅と111丁目駅の間で、観光船からコロナ車両基地への連絡線路が立体交差している。サニーサイド地区の48丁目で、クイーンズブールバードに入り、華微な装飾を施したコンクリート製の高架橋が始まる。急行線の線路は33丁目。 ローソンストリート駅とクイーンズボロプラザ駅の間で終わる。クイーンズボロプラザ駅では東行きの線路が西行きの線路より一階層上にあり、フラッシング線の線路はどちらも島式プラットフォームの南側にある。島式プラットフォームの北側は BMT アストリア線が使っている。かつてはクイーンズボロプラザ駅より東側では フラッシング線とアストリア線の両方を IRT と BMT の双方が運行していた。プラットフォームのすぐ東側で東行きの線路の間に渡り線がなおも存在しているが BMT 用の車両は IRT 用の車両よりも幅が広いため営業運行に使うことはできない。この渡り線がフラッシング線と他の地下鉄路線の間にある唯一の線路の接続である。 クイーンズボロプラザ駅の西側ではすぐに南側へ向きを変え、23丁目の上の高架橋に入る。アムトラックのサニーサイド車両基地の西側の橋へ向けて走り、さらに2カ所の地下駅を通ってイースト側の下をスタインウェイトンネルでくぐってマンハッタンに入る。路線は42丁目の下を走り、一部は42丁目シャトルの直下を走って、 その後斜めに41丁目に入る。タイムズスクエア駅では他の路線との線路の接続はなく41丁目の直下にある。タイムズスクエアのすぐ西側では線路は急激に降下して11番街へと曲がる。線路は24丁目まで続いているが最後の駅は34丁目にある。この区間はマンハッタンのファーウェストサイドに路線を伸ばす。 7系統を延伸計画の一環として建設された。IND8 番外線の42丁目、ポートをリりてバスターミナル駅の使われなくなった仮想プラットフォームがかつては行く手を遮っていた。インディペンデントサブウェイシステムは IRT がフラッシング線をさらに伸ばすことを阻止するためにこのプラットフォームを建設したのだと噂されていたが、当初の設計図全てが IRT が そのような延長を計画したことはなかったと示唆している。ニューヨークも立候補していた2012年の夏季オリンピック開催都市にロンドンが選ばれたことから延伸計画の必要性に疑問を呈する向きもあったが、市はハドソンヤード再開発計画の下でウェストサイドの再開発を実現する手段として推進した。フラッシング線はニューヨーク市地下鉄において シャトル以外の路線では2本しかない他の運行系統や路線と線路を共有せず一つの系統だけを運行している路線の1本である。もう1本は L 系統だけを運行している BMT カナーシー線である。このためカナーシー線と同様に新しい車両を導入して CBTC を利用して自動運転を実現する計画がある。フラッシング線を運行する7系統は ニューヨーク七下鉄の中で連結量数が最大である。7系統の列車は11両編成であるのに対して、他のほとんどの路線は10両、または8両編成である。しかし編成長が最も長いわけではない。IND、BMT の車両は全長60フィートで、十両編成の編成長は600フィートであるのに対し、IRT の車両は 全長51.4フィートで11両編成でも編成長565フィートであり IND、IN BMT の10両編成の方が35フィート長い。フラッシングセブの最も初期の発祥はロングアイランド鉄道をニューヨークセントラル鉄道に連絡する目的で1885年2月25日にスタインウェイトンネルを通るイーストリバートンネル鉄道が 設立された時である。この計画は検討されたものの、実際には実行に向けて何の手段も取られることなく、1887年にニューヨークロングアイランド鉄道として再設立された。西は42丁目と10番街からイースト川を渡ってバンアルストアベニューまで走り、そこから残りの区間は私有地に建設することが計画された。 計画には何度も変更が行われた。1890年に、ウィリアム・スタインウェイは、近所にある自身の所有地の価値が上昇することを見込んで、トンネルを電化することを会社に提案した。1892年6月3日に、50番街とバーノンジャクソンアベニューの交差点付近で、トンネルに着工した。しかし、湯水で土砂の搬出が妨げられるなど、 いくつもの失敗や障害に見舞われて、プロジェクトは1893年2月2日に中断されることになった。1893年から1896年にかけて何度もプロジェクトを再開しようとの呼びかけがあり、ニュージャージー州まで延長しようとの声もあったが、無駄に終わった。最終的にトンネルは1915年に地下鉄用に開通することになった。 33丁目、ローソンストリート駅にて、北高の7系統の列車、R36 型、レッドバードが運用を終了する以前、クイーンズボロプラザ駅では、BMT の60丁目トンネルからの路線と、フラッシング線が出会い、またクイーンズボロ橋を渡る高架の IRT2 番外線も、合流していた。この駅から東側では、ニューヨーク市と結んだ、デュアルコントラクトの一環として、 フラッシング線とアストリア線が建設された。これらの路線は公式には IRT の路線であり、BMT が取り消し不可能で平等な運行権を持っていた。BMT の車両は幅が広く、各プラットフォームは IRT 用に建設されていたため、通常の BMT の車両はクイーンズボロプラザ駅までの運行とされ、マンハッタン高架鉄道の車両を使ってアストリア、 ティートマースブールバード駅及びフラッシング、メインストリート駅まで交互に運行するシャトル列車に乗り換えとなっていた。IRT 側の列車はクイーンズボロ線及びクイーンズボロ橋からアストリア線及びフラッシング線に直通していた。ただし、フラッシング線はフラッシングまで完成するまではコロナ線あるいはウッドサイドコロナ線と呼ばれていた。 クイーンズボロプラザ駅から103丁目、コロナプラザ駅までの区間は1917年4月21日に開通した。BMT 側のフラッシング線及びアストリア線でのシャトル列車は1923年4月8日に運行を開始した。ここより東側では出店によって各区間の開通日が異なっている。 ニューヨークタイムズの1927年5月8日の記事では現在のメッツ、ウィレッツ、ポイント駅までの区間が5月7日に運行を開始したとし構造物の沈下の問題で遅れが出たことについて言及している。5月13日から5月15日までの一連の記事ではウィレッツ、ポイント駅までの開通に伴う5月14日の祝賀行事について触れている。 最終的に九百二十八年一月二十二日の記事では一月二十一日まで列車の運行は百三丁目コロナプラザ駅までであったとし延長工事は一年以上前に完成していたものの構造上の問題により強化する必要があったと触れているフラッシングメインストリート駅までは九百二十八年一月二日に開通したしかしフラッシング メインストリート駅は当初から路線の終点としてとされていたわけではなかった。1913年6月の公共事業委員会ではフラッシングより先までの路線の延長について活発に検討しており、後に大規模な地下鉄網拡大計画の一環として計画されたものの、こうした延長計画が実現することはなかった。当時はフラッシング、 メインストリート駅より先まで線路が伸びて列車の留置線につながっていた。西側への延長も行われ一部は42丁目シャトルの下に建設された。1939年のニューヨーク万ク博覧会に向けてミレッ列ポイントブールバード駅は当初の位置より西側に移転し123丁目の中央に建て替えられた。旧駅の残骸の一部は 今でも見ることができる。鉄製の構造物が旧駅の外側のプラットフォームの位置を示しており、また現在の駅の東側に改札口の名残がある。当初のウィレッツ・ポイントブールバード駅はフラッシング線の中では小さな駅で2カ所しか階段がなくプラットフォームの屋根も短いものであったが、この建て替えにより今日のような大きな駅となった。 2回のバンコク博覧会で使われた階段は現在でも使われておりテニスの全米オープンなどの特別なイベントに際して強用されるバンコク博覧会へのフラッシング線での急行運転は1939年4月24日に開始された中央の急行線が営業運転に用いられたのはこの時が最初でバンコク博覧会以前には急行線は改装や 建設作業中の迂回運行にのみ用いられていた。現在も、歴史的にも、フラッシング線を運行する IRT の列車は7、系統という番号を割り当てられていたが、1948年に R12 型車両が導入されるまで、車両には表示されていなかった。BMT の列車に対しては9系統と割り当てられていたが、 地図に示されるだけで列車には表示されていなかった。1942年に IRT2 番外線の運行が終了し、コロナ線の車両の大規模な修理はコニーアイランド工場に移管された。これに加えて、1942年6月13日から1955年5月12日まで IRT3 番外線との無料の乗り換えがグランドセントラル駅でできるようになった。 1949年の秋には、BMT と IRT の合同運行協定が終了し、フラッシング線の運行は IRT が担当することになった。アストリア線はプラットフォームが削られて、BMT の列車専用となった。このために、当時8本の番線があったクイーンズボロプラザ駅を通る経路は集約され、後に北側半分の構造物は取り壊された。 取り壊されたプラットフォームの痕跡は、この地域に乗り入れる線路だけでなく、駅の構成構造物にもなお見ることができる。11両編成が発着可能な特に長いプラットフォームも共同運行をしていた時期の名残である。しかし、フラッシング線のこれ以外の駅は当時は9両編成のみの対応であり、1950年代に11両編成に対応するために拡張された。 1957年に列車式別自動震度制御がフラッシング線に導入され1997年まで使われていた。1997年に B1 アストリア線及び観光、休行選択ボタンを備えた震度設定装置がクイーンズボロプラザ駅の上層階の重量11両編成目標位置に設置された。アイデントラは 取り外し可能な円形の無線アンテナ装置を使い、1948年から路線に導入されていた R12 型車両、R14 型車両、R15 型車両及び R17 型車両の全部に設置された小さな取り付け金具にスライドさせて取り付けていた。仕組みとしては CBTC で使われている無線トランスポンダーとよく似ており、小さな箱型の進路設定スイッチで 列車種別を設定しておくと、無線アンテナからの信号で、クイーンズボロプラザ駅及びフラッシング、メインストリート駅近くの分岐器が、所定の向きに転換されるようになっていた。これにより、路線上の信号呼気所の数は10から2に削減された。このシステムは、南東ペンシルベニア交通局のブロードストリート線など多くの都市交通で、なお使用中であり、 取り外し可能な円形アンテナがトイレの便座に似ていることから便座などとあだ名を付けられている。ニューヨーク市地下鉄の他の路線と同様にフラッシング線も1970年代から1980年代末まで荒廃していくに任されていた。当時、直ちに注意を要するような構造上の問題点にはコードレッドあるいはレッドタグを付けられていた。フラッシング線でも コードレッドは数多かった。高架構造を支える一部の柱はあまりに脆弱であったため、風速が65マイル毎時を超えると列車の運行が中止された。これは特にフラッシング線と BMT ジャマイカ線に顕著であった。1985年5月13日に IRT フラッシング線をオーバーホールする4年半のプロジェクトに着工した。 この期間中週末には路線の大半で単線運転となり、またプロジェクトの全期間にわたって急行運転が中止された。結果的にメトロポリタントランスポーテーションオーソリティはこの変更をニューヨークタイムズ、スタテンアイランドアドバンス、デイリーニューズ、ニューズデーの各紙にリーフレットを差し込むことで告知した。このプロジェクトで新しい線路に更新し、コンクリートや 鋼鉄の構造物を置き換えあるいは修理し、木造の上屋をアルミニウム製のものに置き換え、照明や案内表示を改善し、新しい換気やポンプの設備を導入した。ニューヨークメッツが本拠地で試合を行うときや、フラッシングメドウズコロナパークでスポーツのイベントがあるときなどには運行が拡大されることがあった。逆説的であるが、 フラッシング線の各駅停車は修理工事が開始される。以前より開始されてからの方が定時性が高かった。クイーンズブールバードのコンクリート高架橋の6000万ドルをかけた修復工事は1989年8月21日に完了した。フラッシング線の急行運転が再開された際に61丁目、ウッドサイド駅に止まらなくなった。このことは 急行の停車を再開させるように求める抗議活動を引き起こした。急行の停車が廃止になったのは、またでは急行と各駅停車の乗り換えに時間がかかりすぎると感じていたということがあった。また33丁目、ローソンストリート駅の後で各駅停車と急行が合流する際に遅れが出る恐れもこの運行方針の理由であった。急行の61丁目。 ウッドサイド駅通過で各駅停車が61丁目。ウッドサイド駅にラッシュ時には4分おきに停車できるようにするとされていたが実際には利用者によれば8分から10分に1本程度でしかなかったという。地域の反対運動により再度ダイヤが変更されることになり数ヶ月後に61丁目。ウッドサイド駅に急行停車が復活した。2012年1月にまたは フラッシング線を自動運転化する計画の一環として CBTC システムの導入をする契約を3億4300万ドルでタレスに発注した。これは BMT カナーシー線への CBTC 導入に次ぐ2番目の導入であった。総費用は信号システムや その他の地上側の設備に5億5000万ドル、CBTC 対応の車両に6億1370万ドルであった。フラッシング線が次の CBTC 導入路線として選択されたのは、フラッシング線も現在運行中の他の地下鉄路線と直接の接続を持たない独立した路線だからである。フラッシング線の CBTC 導入用の 資本予算は2010年から2014年にかけて割り当てられ2016年または2017年に導入が完了する予定となっている CBTC 対応車両として R188 型車両が発注された CBTC の導入でピーク時に現状1時間27本の列車が走っているのに対してさらに2本を増発することができるようになるしかし 現在は CBTC なしでも1時間に33本の運転ができるように改造中である。R188 型の車両は2013年11月9日から営業運転を開始した。R188 型の自動運転モードの試験走行は2014年末から始まることになっている。CBTC の導入と 独立して進められているのが、下記の7系統延伸計画で、この区間も CBTC と従来の固定閉塞式信号機の双方を導入している。この延長で、線路容量も増大する。7系統延伸工事フラッシング線は、マンハッタンで西へ、そして南へ延長され、2015年9月13日に開通した。この区間には、ハドソンヤードにつながる。 34丁目11番街に1駅のみ、開設されたが、かつては41丁目10番街の位置にももう一つの、駅が提案されていた。資金が調達され、建設は2007年末に始まった。延長区間の開通は何度かにわたって延期された。WEN テンプレートアタッチド KML IRT フラッシンラインウィキデータにある、KML。ありがとうございます。